はい、皆さん、こんにちは。頭の中ペン。クレイジー吉本です。よろしくお願いします。今日はですね、解法の問題をね、やっていきたいと思います。で、この解法っていうのはですね、段位の検定試験にはね、必ず出てくる問題でして、全試練の問題ですよね。で、この解法で、全部30問あるんですけどね、30問中28問、300点満点中280点以上取れたら、合格ということになってます。で、今日は、ちゃんとその10段、昔多分中学の時に取ったんで、今なお26歳になった今でも、取れるのかどうかっていうのね、ちょっと検証していきたいと思います。で、これってね、ほとんど割り算と一緒なんですけども、あんまり解説しながらやるとね、すごい説明がややこしくて、長ったらしくなるんで、今日のところはある程度その流す感じでね、こういう風にやるんだっていう外観をね、見てもらって、また後日ね、最近ホワイトボードとかね、大きいソロ版とか買ったんで、解説とかね、後日やるんで、それまた見ていただけたらいいのかなっていうふうに思ってます。で、解法のポイントとしては、丸つけたんですけども、1問目から10問目までは必ず割り切れる問題だから、1問目から10問目までで割り切れない問題が出てきた瞬間にもう絶対間違ってるんで、必ずその時点で、やり直して、割り切れる答えを書くということが、一つのポイントではあります。で、あとは、この右側に、四捨五入する位置が書いてあるんですけども、これもね、もうある程度そのパターン化されてるんでね、いちいちこの右側見ないように、してください。で、迷った時にチラッと見る程度に、していくと、そんなに、時間のロスは、しないんじゃないかなっていうふうに思ってます。というわけで、早速ね、7分で、測っていこうと思います。はい、いきます。よーい、スタート。よし、26で、よっしゃ。はい、終わり。1問目終わり。519。はい、どんどんいきます。おこれもありきた。30.87。正直暗算でできるんですけどね。暗算でやっちゃっていい？ダメか。もう暗算でこういう10問目まではね、暗算でやった方が早いんだけど、けど久々にやるからね、間違えるかもしんないから、そろばんでやりましょうか。あら？で、7を半分にするから、そうやね。0.751 だわ。OK。そろばん見えてるかな。はい。じゃあ、ちょっとタイマーずらしますね。よいしょ。はい、この辺かな。はい、では次6問目ね。はい、5525580563520、40の中に5は8個、85408が0、8の半角3258。 OK。 なんか汚れちゃった。もともと汚れてるんですけどね。今52秒でめちゃくちゃ余裕かましながらやってるけどね。最後ら辺本気出すと思います。これぐらいのところではそんなに本気出さなくてもいけるのかなって思ってますね。9.46 ね。大体この解法っていうのは、開閉と開率、開流とも言うけどね、20問と10問で、できてるけど、大体その開閉ね、ルート計算が5分ぐらいで終わると、残り3分で、開流できるんで、非常に、いいのかなって思ってますね。見えてる？見えてるかな？見えてる？OK。はい。で、10問目まではね、今見てもらったら分かる通り、全部割り切れたんで余裕でしたわ。で、11から20までは割り切れない問題もちょこまか出てくるから、その時は四捨五入のところをね、しっかり、見ておいてください。なやこれ。めっちゃむ、5525、5525、5525、5525か。うざいよね、こういう問題。うざいと思っても、割り切れたからもうオールオッケーですわ。もう割り切れたらもう、うざいとか言ってごめんなさいねって謝るわ。だって絶対合ってるもんね、割り切れたらね。これ、鬱陶しいね。これ5を立つと思いきや実は4っていうね。だからこれ整数未満四捨五入ということなんで、小数第1位の4は切り捨てですわ。ということで37.291ね。お、2分17秒か。余裕ちゃん。で、0点の問題は、こうやって区切るんだよね。よいしょと。ね。めっちゃ余裕かましてやってるけど。で、置く位置どこでもいいですよ。例えば6ここに置いて、2人が4半分、5し25、9し15、5、25、6、35、1が5、で、5に10、12.5、4、4、2が8、4、5、20、8。あれ？割り切れる問題じゃん、これ。喋りながらあ、割り切れへんのか。くそ、割り切れると思ったら、0.0025 を、小数第5名だから、1切り捨てや。5、6、30、5、6、30。なんでこんなね、続くもんばっかりなんかな。すごい、もう、やりにくいね、この問題ね。よし、これも割り切れた。アマゾンでね、今日買って届いたんですけどね、その問題を今やっております。見えてるかな。見えてる。ちょっと待って。4、4、5、5、2、5、6、3。
OKOK 78.462 かな。うん、はい、よいしょ。だけどあんま余裕かますすぎるとあれかな、できんくなるんかな。今3分半ですわ。5、20、4、16、5、25で24.5、14.5、よし、47.18で、よし、で、見えてる？見えてるんかな？もうよくわかんなくなってきた。31、5、20、うん、OK、OK、よいしょ、あ、割り切った、気持ちいいね、割り切れたら、最高だわ。よっしゃ、0.89406、4分1秒、あと3分でやらなきゃいけないのか。うん、で、海流に入りましたね。はい、やっていきます。この辺でやろうか。あー、難しそうやね。見えてるかな？あー、ちょっと見えないか。どうしよう。全体やっぱ見えないとね、ダメだから。ちょっとこんな感じで撮りましょうか。ちょっと一回止めるね。4分20秒で一回止めさせてもらって、どうしよう。カメラのワークをね、全部やっぱり弾映らないと見えないもんね。ちょっと待ってね。こんなもんかな。すっげえやりにくいけど、うん、こんな感じでやろうかな。見えるかな。ちょっと待ってね。半分に折ろうか。半分に折ってやってあげたらいいかもね。あ、こうやったら見やすいわね。うん。で、そろばんは、うん、こんな感じ。あー、けどね、やっぱ角度かな。角度こうかな。これで見える？それかもう少しアングルを上げたらいいか。ごめんね、一発撮りでやってるからちょっと時間なくてね。よし、お、全体映ったね。 OK。 はい、じゃあ13997521見えるかな。はい、こっからやっていきます。あ、これいらんもん映っちゃってるね、ごめんね。よいしょ、 OK。 これで見やすいかな。はい、じゃあいきます。4分20秒からね。はい、4分20秒からスタートします。よーい、ドン。よいしょ、13997521で、2で、見えてるよね、見えてるよね、 OK。 で64引いて、でよっしゃ、1問目割り切れた、 OK。 で52435142で、あ、451かで、8、うん、でこので、2で216、うん、ということは 80.6 だな。で、0.0625773 で、3で9、163729、31が33121。なんかおかしいよねこれね。あ、あと5分しかねえな。あ、じゃあごめん、あと2分しかない。ちょっとね、解説しながらやっぱちょっとさすがに舐めすぎたね。まあやるしかないわ。よし、割り切れた、 OK。 じゃあここからちょっとダッシュでやりますね。うん、すごい無言の時間が続いてるけどね。あれー、もう、あ、もう適当や、こういう時はもうね、時間ないときは適当にせざるを得ないね。もうしゃあない。そういうもんだ。よいしょ。うん。昔俺が検定試験受けてたときもこんな感じだったわ。もう時間なさすぎて、もう何やってんのかわからんみたいな。うわ、6分11秒。ちょっと厳しいわ。ちょっとさすがに厳しい。解説しながらやるほどの余裕はなかったみたいです僕に。よいしょ、82かな。ちょっと先簡単なやつからやっていくわ、ね、こういうその限られた時間ね、やばいって思った時にね、簡単そうな問題から手をつけるっていうのもね、一つの手やと思いますね。 0.098 ね。もうやばい、もう地獄だわ、あかん。
46.3、あ、6分50、あ、7分やめかかっちゃったね、これでまあ今2問できなかったんですけどね、全部合ってたらまあ10段すわ、まあ全部合ってるか知らないですけどね、ちょっと27と30、まあ、解説しながらやるとさすがにしんどかったですね、まあ、解説もしてないけどちょっと喋りながらやるとやっぱり解放レベルになるとねちょっときつかったですね。まあ一回ガチでやってみるっていうのもね、ありやったかと思いますね、でまあもし全部できなくてもね、そのままね、あの穴埋めするの大事ですからね、そこだけは皆さんね、忘れないようにお願いしますね。8で、うわこれ綺麗に割り切れるからめっちゃやりやすいやん、もうなんで飛ばしたんやろうね、もうしゃあない、もうしゃあない、もう終わってしまったことのことはねもう考えても仕方ないからね。でく一学729、オッケー、3721、あーどんどん いけそうやねこれ、よっしゃこれも割り切れるんかい、簡単なんかい、 0.5907 ね、はい、というわけで、まあ、とりあえずね、合ってるかどうかをね確認したいと思います。はい、よいしょ、全部合ってたら10段っすわ。はい、開放だからこれ、はい、見える519、30.8、291、42、うんうんうん、合ってる合ってる、おすげえ、めっちゃ合ってるやん、お全部合うかも、もしかしたら、もしかしたら合うんじゃね、もしかしたら合うんじゃね、ちょっと待って、 0.02568 とか書いてるわ、うわ最悪最悪ですわ、けど、うん、海流も結構合ってるんじゃないかな、あこれ小数点か、小数って見落としてました、コンマに見えちゃってた、急いでたから、クソっていうことは、まあこれ数字は合ってるんだけど普通に計算ミスですわ、違う、数字合ってるんだけど、小数点の位置がミスってるから×になっちゃうね、クソね、けどまあ解説とか抜きで全部できてたとしたら300点中の280点で10段、うん、ってことでいいんじゃない。いやちょっとね途中余裕かましすぎて時間配分ミスりました、あ特にこの問題が解説しながらやったから余計ダメだったみたいだね、うん、まあいいよやりますよ直しね、あそれ解説しながらやったら間違えたんかな、 OK 0.002549 だよね、うん、合ってる合ってる、 OK ね、もう直しもすぐしなきゃいけない、あでこれは別に数字合ってるからいいわ、海流の場合は3桁ごとに区切るから1,2,3,4 個のブロックに分かれるんだけど、69でここに小数点あるから10,1,5っていう風にすぐ考えられるからね、はいこんな感じでやっていきます。まあとりあえず10段持ってたということでいいでしょうね、10段点数取れるだけのレベルはあるということでね、皆さんも、参考にしてみてはいかがでしょうか、ということで、クレイジーショーさん、頭の中どうなってるんですか？そうですね、今日はですね、ちょっと調子悪かったんでね、頭の中パーンとは言わないですね。頭の中スカ、玉切れですから、どうもありがとうございました。